エリソンは第二次世界大戦中にアメリカ海軍が建造したグリーブス級駆逐艦の一席。艦名はアメリカ海軍航空隊最初の飛行士セオドアジー・エリソン中佐にちなむ。エリソンは1940年12月20日、ニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドックに適行された。1941年7月26日。 ゴードン・エリソン夫人をスポンサーに迎えて、浸水式が行われた。エリソン夫人は、官名の由来となった、エリソン中佐の娘である。1941年11月28日、エルビールニー少佐を官庁に迎えて収益した。1942年アメリカ合衆国が、第二次世界大戦に参戦した時点でもエリソンは、偽装が完了していなかった。完了後は、 ノバスコシア州ハリファックスから西インド諸島及びパナマ運河へと向かう連合国輸送船団の護衛を行うため大西洋に進出した。1942年1月14日、沈没したノルウェーの輸送船のルネス号の救助活動に参加し、乗員24名を救出している。6月15日、第10駆逐船隊の帰還となる。同船隊は後に、 第20水雷隊と解消され、またエリソンも高速層海底に艦首変更が行われたが、エリソンは戦争を通じて機関であり続けた。1942年8月から空母レンジャーと合流し、11月8日には、ビシー政権支配下のフランス保護領モロッコフェドハラ上陸作戦の支援に参加している。その後二ヶ月間東海岸での戦乱護衛任務に従事した後、 再び、レンジャーと合流して二度のカサブラン海域、陸軍機輸送任務に参加した。1943年1943年4月5日、イギリス海軍との合同任務に参加するべく、ニューファンドランドのアルジェンシャ海軍基地に移動。5月12日には、戦艦サウスダコタ及び戦艦アラバマを護衛しつつ、イングランドへ向けて出港し、到着後は、オークニー諸島、 スカパフローを拠点として、イギリス本国艦隊と共に、ムルマンスクやアイスランドとイギリスを行き来する戦団の護衛を行ったほか、ノルウェーの拠点に泊まっていた戦艦、ティルピッツなどのドイツ軍艦をおびき出すための活動にも参加している。7月、シチリア侵攻に先立つ疑惑作戦として、ノルウェー南部への偽装上陸が行われ、エリソンもこれに参加している。 1943年8月9日、バージニア州ノーフォーク海軍基地に戻った後、完熟航海として、アルジェンシャへ出港した戦艦アイオワの護衛任務に就いた。10月24日、アイオワと共にノーフォーク海軍基地に戻る。11月3日、戦艦アイオワがテヘラン会談のために、フランクリン・ルーズベルト大統領を輸送することが決定したため、エリソンが アイオアの予定航路の偵察航行を行った。その後もアイオアの護衛を続け、サルバドール、フリータウン、ダカール、サウスカロライナ州、ポートロイアルなどを経て、12月19日にはマサチューセッツ州ボストンに到着した。1944年1944年1月6日、再び空母レンジャーと合流して、ナラガンセットワンでの先行総会を呼び、 航空機輸送護衛の任務に就く。4月19日、北アフリカ戦線へ向けて出航し、5月1日にオランへ到着する。5月16日、地中海にて対戦警戒中だったエリソンは、独占水管 U-616 と接触し、間もなく海空戦力による追跡が始まった。23時58分、一時浮上した U-616 は、 駆逐艦マコームと短時間交戦した後に再び先行した。エリソンは駆逐艦ハンブルトンは U-616 に再浮上を強いるために共同で爆雷攻撃を行った。5月17日早朝、エリソンは浮上した U-616 を砲撃により撃沈し生存者30名を救助した。1944年5月22日、エリソンは プリマスに到着し、ここでノルマンディ上陸作戦に向けた最終的な準備に参加した。6月6日、オック・ミサキ攻撃の支援に参加し、沿岸陣地に設置されていた銃砲を破壊している。6月25日、シェルブール砲撃に参加。砲兵陣地、海上機雷の排除を行ったほか、主力艦隊のための演幕展開などを行っている。 1944年6月29日、ポートランド港を出港し、8月15日からの南仏進攻作戦に参加した。エリソンは駆逐艦からなる火力支援軍を引き、前方総海帝軍の背後から海岸の防衛陣地を砲撃した。8月27日、昇海中に不審な漁船を発見したために、これを停戦させ、 登場していたドイツ海軍の潜水艦乗組員50名を捕虜とした。エリソンは10月まで上陸支援及び周辺警備を行い、その後高速送海底としての改装を受けるために、ボストンへ向かった。11月8日、ボストンに到着。11月15日、改装が終了し、看板号は DMS-19 と改められた。 1945年チェサピーク湾での訓練を行った後、エリソンは太平洋戦線での作戦に参加するべく1945年1月3日にノーフォークを出港した。3月24日、沖縄沖に到達し、総海軍を率いて進行に先駆けた総会を行った。その後は海岸周辺や港湾周辺に展開した小型総海艇の支援にあたる。 4月1日に上陸が行われた後、エリソンは、レーダーピケット隊に加わった。沖縄方面にてエリソンを含む総会部隊は、非常に多様かつ危険な活動に従事し、派遣された12隻のうち、3ヶ月後まで損傷せず、戦い続けていたのはエリソンを含む3隻のみであった。4月6日、特攻機の体当たりを受けて大破した、姉妹艦、駆逐艦 エモンズの救援に向かう。エリソンは、エモンズの栄光を試みたものの爆発の危険があった。ために断念され、また爆発後に放置すると、日本軍支配下の家島に漂流する恐れがあった。ことから、4月7日にはエリソンによる激沈処分が行われた。沖縄方面での活動中、エリソンも日本機による攻撃を複数回受けている。1945年7月。 エリソンは東、シナ海総会部隊の機関となる。終戦後は、第三艦隊に所属を移し、新中軍向けの任務を開始した艦隊のために、東京湾の総会を行った。9月、総会拠点だった中条湾を出港して沖縄に戻り、瀬戸内海総会隊の機関を務める。12月5日に、日本を出港し、1946年1月5日に、 ノーフォークへ到着した。護衛艦、朝風として。1959年撮影その後、エリソンは、サウスカロライナ州チャールストンを拠点に、大西洋やカリブ海などでの訓練任務に従事した。1948年、チャールストンにて不動化処理を受ける。同年11月には復帰され、アルジェンシャでの水陸療養演習にて、総会活動を行った。その後、エリソンは、 大西洋艦隊機雷戦隊に所属を移し、チャールストーンを拠点に、東海岸及びカリブ海方面での訓練任務に従事した。1949年、1951年、1953年には第6艦隊所属艦として地中海に派遣されている。1954年5月4日、艦番号が DD-454 に改められる。 1954年10月19日、エリソンは、米海軍艦としての退役が宣言される。10月20日には、相互防衛援助法の下で、日本政府に供与され、海上自衛隊において、朝風型護衛艦朝風として収益した。1970年、朝風は、アメリカ政府に返却された後、部品取り艦として、中華民国に売却された。エリソンは、 第二次世界大戦中の選考から戦闘聖賞を7つ受賞している。ありがとうございます。